第108回ツールドフランス第16ステージのハイライトをお届けします。標高2000メートルからのスタート、気温は6度でした。どの選手もジャケットを着込んでスタート。休息日が明けてもピレネーの山岳ステージは続きます。パスダラダカザから3ゴーダンスまでの169キロには2級のポール峠、1級のコル峠、2級のポルトダスペ峠を越え、フィニッシュのおよそ5キロ手前には4級山岳を越えます。今日も逃げと総合の2つのレースが激しさを増しそうです。この日最初に動いていったのはドゥクーニンククイックステップのカスパー・アスグリーン、そこにイネオスのクビアト・コウスキー、同じくドゥクーニンクのカッタネオが追いついていきました。しかし長い下りで追走グループが追いついていきます。次に決まったのはアンテルマルシェのバークランツ、トタルエネルギーのドゥベ、バイクエクスチェンジの有利遠征の3名の逃げでした。バークランツが中間スプリント先頭通過、その後ろではマシューズとコルブレーリが激しい争い、緑のジャージマイオベール獲得に向けて共にポイントを加算しました。一方11名の追走グループが追いついてくる中で、オーストリアチャンピオンのパトリック・コンラッドが先頭3名までブリッジを果たしました。追走グループにはダビ・ゴデュー、コルブレイ・リラーの姿があります。続く2級山岳ポルテ・ダスペで先頭からさらにコンラッドがアタック、独走に持ち込んでいきます。この2級山岳で追走グループもバラバラになります。これを追いかけていったのは追走グループからグルパマ FDJ のゴデュー、そしてなんとスプリンターのコルブレイリでした。雨で濡れたコルトダスペの下り、先頭を走るコンラッド慎重に、そしてコルブレイリもあわやというところ。しかしどの選手も安全に下っています。コルブレイリとゴデュは後続から追走が追いついていきました。コンラッド対追走集団という体型になります。しかし先頭を走るコルブレイリは非常に力強い走りを続けました。一方の後続は牽制になり、なかなかペースが上がりません。逃げ続けるコンラッド、タイム差は1分を保っています。雨の中でのレースを制したパトリック・コンラッド、なんとワールドツアー初勝利がツールドフランスのステージ勝利という嬉しい勝利となりました。ここまで何度も逃げを試みていたコンラッド、ついに決めてみせました。そして2位争いのスプリントはコルブレッリが先着、しかし悔しさをにじませます。ステージ結果です。コンラッド、コルブレッリ、マシューズが3位、ペリション、ボナムール、アランブル、スクインシュ、バークランツ、ゴデュ、ロタというすべて逃げた選手でトップ10が占められています。一方メイン集団、ベルギーチャンピオンのワウト・ファンアルトが最後の4級山岳で足を見せる場面もありました。最後はファンアルトはチームメイトのビンゲゴのために牽引を見せてスプリントに。しかしこのスプリントもカラパス、そしてポガチャルが最後伸びて、総合上位勢ポガチャルの強さを改めて見せつけられました。総合トップ10は大きな変動なくポガチャルがキープ、ウラン、ビンゲゴとトップ3となっています。ピレネー山岳シリーズはさらに激しさを増していきます。第17ステージはミュレからサンラリースランまでの 178.4 キロ、レース後半の50キロに1級山岳が2つと、最後は超級のポルテ峠山頂フィニッシュという難関ステージです。総合上位勢によるステージ優勝争い、そして総合2位から1分以内に総合6位までの選手がひしめいているという混戦を受けて、表彰台争いも過熱することでしょう。